さあここは吉井らがうまく抜け出します。一人かわして大野のシュート、こぼれ球落ち着いて決めていきました。蹴るのは吉平、キーパーは横山、決めてきました。姫野から右サイド、新戦力から新戦力、小戸泉左足、もう一回同じ最終ラインからここに上がっています。前に出していく、クロスが入ってくる、ゴールの正面、1点返しました。上がってきて中にボールを入れてくる高橋、どうだ、決まった、曲がった、吉田から田中、中入れて決まった。追いかける学校の富山、まだ時間としては早いところ、落としてゴール前、こぼれている、すぐさまここは追いついた。中にクロス、ヘディング、こぼれているが寄せて触ったか、いやサイド決まった。終わりました。入ってしまったようですね。さあやり直し、再び決めることができるか吉平、これも決めました。小戸泉オーバーラップして柳下が中へ、グラウンドのパス、シュート打っていった、シュート、まだあります。今度は中入れてきた、ゴールの前だ、高橋踏ん張りどころ、強いボール、ショートを使った姫野、クロスのようなシュート、ヘディング、1番の音泉が時間を作って上げ待ち、ふわっと椎名、さあ来た高橋、フルトップを組みます、花井ワンタッチ、スペース抜けてくる、さあ大野、さあ大野、大野が左足か、大野粘って左足、ボールの前に来た、ヘディング落ち込んでいく、山田もまた抜いて、金井、中へ入れてきた、ファーサイド、田中、人道を蹴っていった、1点を追う展開になりました、アウェーのカターレ富山、この試合に勝てば単独首位で前半戦を終えるということになりますが、ヘディングシュート、田中、そして椎名、この選手はミドルシュートがある、インスイングのボールが入ってくる、前半の18分、浮かしてエリアに入れてくる、ヘディング叩きつけた、末木、中を入れる選択、高橋シュート、末木前を向きます、椎名からマテウス、うまくターンをしました、マテウスシュート、1点返しました。シーズン背番号17から7番になりました。さあ中入れてシュート、音泉奪い取って椎名、吉井ら外へ開いたシュート、もう繋がっていく、繋がっていくシュート、いや違う、ここのシュートは3点目、
ゴール前に入れたボールですが、ここは決めていきました。さあそしてマテウス・レイミアがマイボールにして左足を振っていきました。そして見事に決めました。1点リードしています。さあ鎌田が突破していこうというところですが、カットされて裏に出したボール、山本海斗が出ましたが、このキックがヒットしませんでした。そして大野の子、それから今瀬、そして今瀬がワンタッチで右のスペース、音泉クロスを上げていきます。姫野のシュートが決まりました。アイデアを使ってきた。もう一度シーナ中に入れてくる。ヘディングどうだ、押し込んだ。柔らかく巻いてきました。追いついた。マテウス、いいクロスです。あ、一つやり返しました。キッカー大野洋平、一点返した。富山剥がした、佐藤まで下げる。短くなった、無人のゴール、同点。右サイドからパスがつながって、エリアの外から左足。どうか、薄い中に入れる。ニアサイドグラウンドアルパス。前線選手を送る。右サイド高い位置、音泉シュートまで持っていけるか。中に入れた、決まった。